いやいや別にファンとかそういう話じゃなくて、うん、普通にその異性にモテるっていう話ですか、これは。いやだからね、うん、引退したらほんまにないよそんな。引退してからの話聞いてるんだよな防御線張ってくんな稲見さん、はい、YouTube です、はい、お願いします。お願いします。ね、うん、ちょっと聞きたいことがあって、はい、その世間の人がさ、うん、プロ野球選手に抱いてるイメージっていろいろあると思うんですよ、はい、いろんなイメージ、はいはい、プロ野球選手ってこうだよねみたいなあると思うんですよね、うん、で奈美さんも実際いろいろ言われたこともあると思うんですよ、はい、一般の方々にね、うん、でそういう世間一般のプロ野球選手に対するイメージと実際って、はい、うん、あのギャップ乖離があるのかどうか、はいはいはい、みたいなことって、うん、あのちょっと面白いんじゃないかなと思って、はい、あの今日それについてちょっといろいろ教えてもらえたらなと思ってます、うん、僕が感じた、うん、そのプロ野球選手と世間一般的なその感覚のギャップってことよね、うん、いやいやそんなことないよとかはい、はい、そうですよその通りですよ、うん、とかさ、はい、そういう感じ。わかりました、はい、お願いします。まずね、うん、僕が感じるその世間とのギャップっていうのはね、うん、いっぱい食べるんでしょそこからそうだいっぱい食べるんでしょって思われてる、思われてるって感じる。 めちゃくちゃ思われてる、なんかさ、あの初めての方とさ食事とか行くやん、うん、そしたらさもうめちゃくちゃ食べるんでしょって言って、うん、あのメニュー渡されるやん、うん、で何々食べますって、うん、でそこでずっと待ってんねん、うん、言ってんのにこれ食べたいですって、うん、これ食べますって言ってんねんけど、うん、向こうの人はね、うん、待ってんねんずっと。それとそれとそう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 、それとこれとこれとこれって頼むんでしょって思われてるからさ、うん、違うねん、食べへんそんな、うんうん、で僕今引退してさもう5年とか経つんやけど、うん、未だに思われてるからね、たくさん食べるでしょ、そうめっちゃ食べるんでしょっていやまあ確かにめっちゃ食べるイメージはあるな。いやそうあると思うねん、うん、だからね、ほんまプロ野球選手ってめっちゃ食べるんでしょっつってさ、うん、もう期待もされんねん、どんだけ食べてくれるんやと食べなあかんみたいなそう、うん、だからねほんまきついパターンっていうのがあって、うん、僕が好きなものを頼むんじゃなくて、うん、その頼んでくださる方、そうこれとこれとこれとって、うん、そしたらねほんまえぐい量頼む人おんねん、うん、さあ食べてくださいってなって言う、食べられへんねん、どうぞって。そう、その時にはね、うん、そのご厚意やからさ、そうやな、うん、だからね食べんねん、食べるよな食べる、そこはね食べんねん、うん、したらあの言われることは、うん、やっぱりすごいですねって言われるんでいやめっちゃやっぱ食べますねっつってまだねこれ現役の時やったらいいねん、うんうん、別に食べてもさ、うん、ええんやけどさ今もう引退した後ってさ、うん、体重管理とかさ、うん、結構気にするからさ、まあまあまあそうやな、うん、なんかすごい罪悪感、運動量は明らかに減ってるしな。そうだから最初に僕は伝えんねん、僕は食べないですよと、うん、そんなに量食べれないと、うん、で現役の時も、うん、あの節制してたと、うん、最後ね晩年は節制しながら、うん、あの過ごしてたからさ、体重管理して、ね、うん、体重管理してね、うん、そういうことを言うと、うん、いやいやまたまた、うん、みたいな、でもさ実際そのプロ野球選手たち、うん、で、うん、一般の人たちよりは食べるでしょ、それ。そう、一般の人たちよりは食べる、うん、量は、うん、量食べるよね、うん、でもうほんまにもうめちゃくちゃ食べる人も実際におるからさ、うん、そうやな、そうだからそういうイメージがついてるんやと思うね。だって好きな言葉おかわりっていう人もいるぐらいやからだからね、みんながみんなそんなバカ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 食べてるわけじゃないよっていうことや ね、うん、なるほどね。これはねあるあるやと思う。確かに今とかやと奈美さんより僕の方が食いますもんね。そうやろそうよねそう今はねもう我慢してるんじゃなくて普通に食べて、うんうん、適量なんだね、うん、適量があの普通の皆さん世間一般的な皆さんが満腹になるというか、うん、もう程よい食事の量と同じ、僕、はいはい、ほんま同じやね。じゃあ分かった、1個目はじゃあめちゃめちゃ食べるんでしょって思われがち、うん、思われがち、あそんなことないですよってことだね。他は、他はね、うん、あの、うん、体丈夫なんでしょ、いやそらそうやろって思われてるいやいやそらそうやんか、いやちゃうねんえこれもねほんまに多い、うん、体強いんでしょ、そう力持ちなんでしょ、そう、うん、力持ちなんでしょとか、あとね、うん、病気しないんでしょ
風邪とか引かないんでしょうとかさあ、うん、まあ確かに免疫も強そうなイメージあるな。そうすっごい言われんねん、うん、全然ちゃうねんちゃうのそれは強くあってほしいな。だからさ、あのちょっと考えてみてほしいねんこれ、うん、ほんまに、はい、あの体強いんでしょって思われがちやけどさ、うん、まあ、僕はプロ野球選手として11年間プレーさせていただいたんやけど、うん、それまでもさ学生野球の時から、ね、うん、考えてみるともうかなり長い期間さ、うん、野球をしてきてんねん。そうやね。でっていうことは体を酷使してるってことやねん。ああはいはいはい。そう、そんだけ使ってきてる。使ってきてる、うん、だから僕やったらさ今もう腰こうやって今座ってるけども今日腰の調子めちゃくちゃ悪いねん、うん、あ今日悪い、めちゃくちゃ痛いねんそうだね。であの膝ね、右膝僕ずーっともう現役の時からもうダメで痛くて、うん、だから階段の上り下りで僕もう今激痛走んねん毎日、もうほんまにもう階段つらいとかっていう感じやねん。 そうだね、それでもイメージとして、うん、あの体強いんでしょって思われてるから、うん、怪我をしてないとかさ、どこ、うん、痛いところどこもないんでしょって思われてんねん、うん、そうやな、うん、だこれはね違うよと、うん、そんで酷使してきてるからね。だからむしろ一般の人たちの、うん、アスリートじゃなかった人たちの方が、うん、あの丈夫、うん、そうフレッシュなはず、ね、傷んでないそう、ね、体的にはフレッシュなはず。あ、うん、なるほど、ね、これはねほんまにあるある。そんなに強くないですよってこと、うん、そんなプロ野球選手嫌やなだからね先日ね僕ほんまにあった話で、あのゴルフ行っててん、はいはいはい、で、ね、何人かでゴルフ回ってたんやけど、終わった後に僕車降りた時に腰を押さえてあいたたたたたって、ね、1時間ぐらい車で移動して帰ってきたからさ、固まっちゃって、そう固まっちゃって、であいたたたたって言ったら驚かれてさ、えみたいな、え、ナミさんでも体痛くなるんですかって言われて、いや違うんですよ、はいはいはい、だからなるほどね、うん、もうほんまにゴルフしてても何してても膝も痛いし腰も痛いし、もう常に痛い状態でゴルフやってますよって。もうあちこち痛んでんねやと。痛いね、ほんまに痛い。で風邪とかも全然ひくし体調も崩す。いやそんなプロ野球選手嫌やさ。たださプロ野球選手の時って多少さ熱があろうと体がだるかろうと体調悪かろうとプレーするやん。まあまあそうですね。絶対にね、みんなに隠してとか、まあ、トレーナーさんとかに報告するけど、ファンの方とかさプロ野球を見てるね、うん、方に、うん、今日僕体調悪いですってプロフィールに出えへんやん。あ、確かにしんどそうなとこは見せないわね、それはね。そう、うん、だからみんなそう、あの、うん、元気頑丈なんでしょって思われがちやね。確かにな、元気にさ、うん、グラウンドで躍動してる姿しか見てないもんな。だ実際プロ野球選手ってほとんどの人、うん、もうほとんどっていうのは言い過ぎかもしれないけど、うん、もう多いね、ほんまに、あの、うん、毎試合、うん、痛み止め飲んでプレーしてる人とかね、あと風邪薬飲んでプレーしてる人とかさ。そうなんや、うん、PL? うん、PL そんだけね試合してたらさ、うん、免疫落ちるから、うん、やっぱ風邪とかも引きやすかったりするやん、うん、疲れてる状態とかね。いやまあでもそれはみんなそう思ってるやろな、体丈夫なんでしょうって、うん、これはほんまギャップやな。なるほどね。僕だって引退した人でさ、うん、あの体元気っていう人僕会ったことないもん。みんなどこかしらもう痛いって。そうなんや、うん、引退した人とかね特に、うん、そっか。そう、ここゴルフで言うとさ、うん、ゴルフめっちゃ飛びますでしょって言われるでしょ。めっちゃ言われる。それはみんな思ってると思うな。なんかね、もう300ヤード当たり前に飛ばすんでしょみたいな、300ヤードからみたいなねありますよね。そんなことないからね、うん、そうやね、うん、それはみんな思ってるやろうな。いやプロ野球選手でも飛ぶ人は飛ぶよと、うん、で選手農会とかさ、うん、あのゴルフやってる姿とかさ、うん、テレビとかたまに見るやん、うん、でその時にバーンってめっちゃ飛びましたって、うん、その人たちが飛ぶだけやね、うん、そう飛ぶからニュースになってねもんな。そう、普通の人は普通にちょっと飛ぶねぐらいやね、うんうん、そう、そこもまあギャップやな、はい、はい、他はあとね、うん、プロ野球選手ってモテるんでしょ、うん、いやモテるでしょって結構言われる、うん、で僕もねさっきも言ったけど引退して5年経つね、うん、僕のこと知ってる人どんだけおる。いやまあでもそれはもうでもそこそこですよ。だからねこれはね、うん、現役の時は、うん、まあ、当てはまると思うね、はいはいはい、プロ野球選手っていう仕事をしてる、うん、これはもうなんか魅力やん、うんうん、それは男性からもそうやし女性からもそう、ね、そう、これは男性にもモテるし女性にもモテる、これは分かる。憧れの職業でありますもんね、うん、絶対ね。そう、たださ僕も引退してんねん、うんうん、引退した人、うん、あの誰が僕がプロ野球選手やったことを知ってんの、うん、って話やね。でも
今ナナミさんチャンネル登録者数何ぼですか？今4万5千でしょ、うん、これ、うん、ナナミさん一人で、うん、神宮球場を前にしてるのに等しいですか？それ現役の時にナナミさん一人で神宮埋めれました？いや埋めれたとしても、うん、20とか30ぐらいじゃない？20人？嘘でしょ。それ少なすぎる。そうか、そう考えたらね。でも、まあ、でも普通にやっぱモテるイメージありますよ、うん、いやだからね、うん、現役の時やったらまだわかんない。おモテたってこと？いやそんなこともないけど、今言ったよ、20人から30人しか神宮埋められないよって。いやいや別にファンとかそういう話じゃなくて、うん、普通にその異性にモテるって話ですか、これは。いやだからね、あの、うん、引退したらほんまにないよ、そんな。引退してからの話聞いてるよな。防御線張ってるんな。いや、うん、だからプロ野球選手の時はそれはモテるんじゃない、うん、まあ、モテる、うん、モテる。まあ並さんの話じゃなくて一般的な話、うん、一般的にね、はい、うん、モテる、まあ、モテるよね。特にあのね、有名な選手になると、うん、もうめちゃくちゃモテると思うよ、うん、まあ、そうだよね、うん、あ、だからまあね、ギャップっていうと、だから引退したらもうモテないよっていうことやね。そうなんや。うん、引退したらもう全然もう気づいてもらえないしね、うん、自分から言うわけないやん、まあね、僕プロ野球選手やってたんですよ、うん、ね、めっちゃ嫌なやつやん、そうや、そんなやつモテへんしな。そうやな。まあここはまあギャップじゃないかな、うん、なるほど、うん、まあ、確かにでもモテそうやなとは思ってるやろな、イメージはな。そうやろ、うん、まあ、引退したら全然ないよと、うんうん、なるほどね。そんな感じかな。じゃあそこそこギャップあるんだね、イメージと。まだまだね、実際ね、考えてみたらいっぱいあんねん。だからまあこの動画が好評やったら、また第2弾とかさ、うん、世間とのイメージのギャップシリーズ、ギャップシリーズまたやっていきたいと思います。はい、はい、ということで今回の動画は以上になります、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。